日本サッカー協会 JFA は12月20日来年の元日に行われる TOYOTIRES カップ2024の対大挑戦に J2 バンフォーレコーフの DF 三浦壮太を追加で招集することを発表しましたこの発表に対して SNS 上ではえええこれはすごいなど 驚きの声が広が広っています三浦颯太は23歳で帝京高校から日本体育大学に進学し2021年には23年シーズンからの交付加入内定を勝ち取りました22年には特別指定選手として J リーグデビューを果たし今シーズンがルーキーイヤーとなりました左サイドバック SB 押し線上に リーグ戦では21試合に出場しています。J2 からの A 代表入りは、これまでに森安監督が難色を示してきた部分でしたが、対戦に向けて無名の SB を初招集。SNS 上では、これはすごい、現実化、森安さん、ついに J2 から選手を招集、え、え、え、などと、 ジェイニからの異例のメンバー入りに対する驚きの声が相次いでいます。三浦颯太本人も喜びと誇りを感じ、まずは日本代表に選出していただきありがとうございます。そして僕の黒キャリアをスタートしたクラブであるバンフォーレコーフから日本代表に選ばれたことは特別で、より一層の喜びと誇りを感じています。代表選出の一報を受け、 僕自身が一番驚きましたが、選ばれた以上は日本を背負って戦うことを自覚し、望みたいと思います。自分の持っている力を惜しみなく発揮し日本代表の勝利に貢献したいです。応援よろしくお願いします。とコメントしました。この異例のメンバー選出について、森安監督はこれまでの方針から逸脱した形となりますが、 新たな才能の発見や若手選手へのチャンス提供に対する期待も広がっています。対代表選が待ち遠しい中、森安ジャパンの新戦術や戦術への期待も高まっています。日本代表ファンやサッカー愛好者たちが SNS 上で、えええと驚きの声を上げる中、三浦壮太の活躍がどのような影響をもたらすのか、試合当日がますます注目されています。 タイトル通りの「えええの声が広がる中この異例の選手選出が日本代表に新しい風を吹き込むきっかけとなることを期待しています三浦颯太の活躍が今後ますます注目を浴びることは間違いないでしょう彼が日本代表でどのようなプレーを見せるのかファンたちは期待と興奮を抱えて試合を待ち望んでいます